越優也の黒い交際疑惑&ベッド写真流出がヤバすぎる。ジャニーズの中でもトップクラスのスキャンダル王と言われていた遊び人の手越優也さん。2017年はニュースのメンバーの小山慶一郎さんのスキャンダルがあったため慎重に活動しなければいけない年でした。しかし同年に発生した金塊強奪事件の加害者との怪しい写真が流出し、暴力団関係者との黒い交際が噂される事態となりました。同時期に一夜の関係を持った女性からのリークによって手越優也さんの趣味趣向やベッド写真も流出し、黒い交際疑惑などもあったためレギュラー番組を降板するのではとの噂も流れました。しかしジャニーズ事務所の殿下の宝刀ともいえる圧力によりテレビ番組などでは一切報じられず、レギュラー番組を降板することなく現役アイドルとして活躍を続けています。